三文とは小説や評論のように5.75などの因律や句法にとらわれずに書かれた文章のことである。教義にはそのようにして書かれた文学、因文の範囲を三文で書かれた詩のことは三文詩という。また三文的という言葉は味気なく上手が薄いという意味で使われることもある。中国文学史上陸朝時代以降、因文、 変文と区別する言葉として生まれ、隠律の制約を受けず、応印や廃玉を用いないことを特徴とする継承、詩書なども含めた文章形式のことであった。これは中国では、近代の新聞化運動に至るまで文学と文章とを分ける考え方がなかったためである。ここでの三とは束縛を受けないという意味である。後代には文学上において、 死化以外の文学ジャンルを指す言葉になった。一方、英語のプローズは、ラテン語のプロルススを語源とし、抑揚に富み、感情や感性を表現する詩に対して、事物の描写や羅列により平坦で陳腐な文章を指していた。古事記や、日本書紀などの危機、源氏物語などの恋愛小説、枕の創始などの随筆は、各々のジャンルの日本文学の三分の思想である。 近代以降、日本語で3文を書くための教科書、3文についての随筆として、文章特本と呼ばれるものが多く書かれた。多くは、作家、文芸評論家などの文学者によるもので、優れた文学者が、基本的な文章作法から、小説の技法までを教えるというスタイルの啓蒙書とも言える。レポートの書き方など、文章執筆のノウハウ本は、 その後も数多く出版され続けている。ありがとうございます。